皆さんこんにちは、大堀123でございます。本当久しぶりですけどね、ギターのテクニック的なところで話をしていければと思うんですが、アコギの何気にかっこいいフレーズだったのかな、その第1弾がありますけれどもね、20万回突破したよみたいな話しましたけど、今度はですね、なんとですね、また間を置かずしてですね、25万回突破したみたいで、それを記念してというわけでもないですが、フレーズ的なものを、やってみようかなと思うんですね。今回はコード進行で言うなら E と A をひたすら繰り返す感じにはなるんですけど、そこら辺いろいろこう応用していってね、直感的にもかっこいいなみたいなものをちょっとやってみようと思うんですね。という感じです。早速ですね、ちょっと左手を見ていきたいと思います。2フレット、3フレット、4フレットっていうのを中心にですね、使っていくということになるんですが、先ほど言いましたようにコード進行で言うなら E と A を繰り返すみたいなことなんですけど、 E とか A のロックのその基本フレーズを弾くってなった時はほとんどの弦を人差し指で押さえるっていうことは多いんですけど、 E の場合だったら6弦がベース音だから、このように6弦は開放にしておいて残りの弦は人差し指でちょっと軽く押さえとくよっていう感じなんだよね。またからといってですね、この人差し指押さえてるところを全部弾くっていうわけじゃなくて、 E の場合は6、5、4を中心に弾くって感じなんだよねってなるんだけどね、 A になると5弦がベース音になるんで、6弦5弦は押さえずに残りの弦を押さえるって感じですね。弾くところは5、4、3または2弦まで行くって感じかな。って感じになるわけ。ロックンロールのこの基本のリズムを弾くっていう時はまあこういう押さえ方をするよっていうのを以前にも言ったわけですけど、それをちょっと応用する感じになるんですけど、ズバリ言うとこんな感じになるわけ。E の時はねっていうポジションになってて、 A だとっていう指の動きになってるわけで、それにちょっと他のゲームも少しこう弾いていくっていう感じっていう思ってくれたらいいんだけど、じゃあ例えばこの E の時はどうなってるかっていうと、最初6弦の開放を当然ながら鳴らしますよね。6弦のこの3フレット4フレットをですね、それぞれ中指と薬指でハンマーリングするの。これそして今度は小指でも薬指でもいいんですけど、5弦の4フレットをハンマーリングオン&プリングオフします。またはどっちでもいいです、その次は6弦に戻るの。6弦の4フレット薬指でも小指でもいいんで、またハマーリングオンするんです。そして今度は6弦の4フレットを離して、5弦の2フレット、そして4弦の2フレットあたりを弾くって感じってなるわけ。だからこれを組み合わせると、じゃあ今度は A の方に移りますけど、 A もですね同じような要領と思ってくれたらいいよね。 A になるとベース音が変わるんで、5弦開放もちろん鳴らしますね。その次は5弦の3フレット4フレットを中指薬指でハンマーリングオンします。そしてまた2本の指を離して、4弦の4フレットをハンマーリングオン&プリングオフするんですね。小指でもいいし薬指でもいいんですけどね。その次は5弦に戻って、5弦の4フレットをですねハンマーリングオンするんですね。これは薬指がやりやすいかな。そしてその次はこの薬指を離してですね、4弦の2フレット3弦の2フレットあったり弾くって感じですね。これをつなげると、となるわけです。今のそのポジションを交互にやっていくっていう感じです。全体的に通すとこうなるわけね。最後はまあこの人差し指の E で軽く締めるっていう感じでいいんじゃないかな。今度は、右手の動きっていうことになるんですけれども、
と6弦5弦4弦あたりを弾くって感じですね。 A になると5弦4弦3弦まあ2弦までいっていいかな。これを基本に左手の運指に合わせて弾いていくという感じですね。 E になると6弦とか5弦の音がちょっと強調される時もあるだろうし、 A の時は5弦4弦まあ3弦までを強く弾くっていうこともあるんじゃないかなって感じですかね。ある程度その押さえるポジションに関してはちょっと強めに弾くっていう感じで、でも意識しすぎてこう単音だけになってもしょうがないから、というかややラフ気味に弾くということも考えながらって感じかな。今度はまあ、全体的な動きということでやっていきたいと思いますんでね、ぜひご覧ください。少しまあ応用したっていう感じなのかなっていうものですけれども、こう左手のこう指の運び方とか、あるいはそのハンマーリングオンとかプリングオフっていうのも出てくるので、まあ、そういったところの自分自身もそうなんですけど、非常にこう鍛えられるところがあるような気がしますけども、そういう音楽をまた聴くというきっかけにもまたしてもらいたいなっていうのもあるような気もするし、こう腕を上げるっていうことも含めて、なんか面白いなというふうなきっかけにもなってくれればいいんじゃないかなと、そんな風に思いますけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。ということで、また次回の動画でお会いしたいと思います。大堀123でした。それでは。